早くしないか。私を舐めるな。なんで。黙れ。おいマジかチビ、俺と張り合って何になる。まあいいや。動かないだろ。こうやって神の水を一気に相手の体に送り込むんだ。あいつに食らわせれば女を助ける隙ができる。悔しかったら真似してみやがれ。俺は鬼を捕まえる仕事がある。そっちはどうにかしろ。離せ。やめろ。ランカーの技を。ラエル、ラエル、しっかり。どうしてついてきたの。ダメって言ったでしょ、貴重。やりなさい。エンドロスさん、試験を勝ち進めば今日みたいな苦しみを味わい続けることになる。人は全部手に入れることはできない。必ず何かを失う日が来る。だからこそ後悔しないように前に進むの。分かった。お待たせ。肝が据わってるやつは嫌いじゃねえぜ。ちゃんと目に焼き付けときなさい。私はザハードの姫。ゆくゆくは目を合わすことすらできなくなるでしょうから。ゆくゆくなんて知るか。俺様は試験官、ここでは俺が神だ。オーケー、始めましょう。バッジはここよ。はあ、ふざけた場所に。見せびらかすもんじゃないわよ。指導武器か。本気で来ないと死ぬよ。泣いても知らねえぞお姫様。な、もうあの技を習得したのか。すげえな。これがあなたが選んだ答え。いいわ、ポイントは私がもらうわよ。手加減なんてしてらんねえな。そっちは神の水を制限されてんのよね。勝負あったわね。あ、なめんな。秒で蹴りつけてやる。世の中って不公平よね。ほう、私たちが奪われる時は知らんぷりして、奪おうとした途端邪魔してきて。でも考えてみたら私、あんな風に戦ったことなんかなかった。言い訳並べてばっかり。命がけで立ち向かったことなんか一度もない。いつも奪われてから後悔すんの。そろそろバッジをよこす時間が来たみたいよ。生き上がってんぞお姫様。今よ、やれ。結果がどうあれ、一度でも立ち向かってたらどうなってたのかな。ねえ、勝ち目のない人生だったかもしれないけど、立ち向かってたら今みたいに心がポカンとすることもなかったのかな。悪いな、お姫様。けど、逃げた先にも道は続いてくのよ。命あってこそじゃない。いい男が台無しよ。ん？姫の心まで奪っちまうとは、全く罪な男だね俺も。何人のパンツ握りしめて夢みたいなこと語ってんの、ランカーおじさん。は？は？ど？
私のバッジはここ、そしてあなたのバッジはここ。テスト終了。このテスト B チームの勝利。テスト結果は翌朝改めて通達する。無口者！B チームの勝利？マジかよ。